フェンダープレゼンツ Your Step Up Story。 さあ今回のゲストですけれども、グッドモーニングアメリカのボーカルギター金広慎吾さんと、そしてギターコーラスの渡辺浩一さんです。よろしくお願いします。どうす。いやー、レディオクレイジーの会場、はい、さっき私見てきましたけど、指元なんかがカメラに抜かれて、はい、私見てたんですけど、結構複雑なことやってんだなと思ったんですよ。そうですね。なぜかっていうと、はい、うちのギターリフって俺が歌で歌うんで、 その歌で歌って作ったりするんで、そのギターリストが作るギターリフではないかったりするんで、うん、鼻歌でまず作っちゃう。そうなんです。だからそれを弾いてって言った場合は、はい、多分とても苦労されてると思います。今まで一番ギターで弾くの大変だなって、どの曲ですか？あ、でもそれこそ未来へのスパイラルのイントロのリフとかも、やっぱりこのどっちかっていうとカネちゃんのニュアンスで、口で、うん、ちょっと違う、ちょっと違うみたいな。あれ、どんなんでしたっけあれ？はい、未来へのこれちょっと、まあ、チューニングちょっと違うんですけど、はいはい、ってやるんですけど、あ、なんかこのが、うん、ちょっと違う、うん、ちょっと違うみたいなのはすごい。どう違う？なんかもうちょっと、ティンティンがそのこのやり取りがすごいね。じゃあギタープレイでもうすごい苦労したプレイとか、練習したんだっていうような曲ありますか？SOS っていう曲があるんですけど、はい、最初それこそ今の話の流れなんですけど、カネちゃんがこうフレーズ作ってきて、でもうそれがもう指じゃ追いつかないフレーズなんですよ。あ、ライトハンドなんだ、まあ、最初。っていうグドモっぽくない感じというか。これすごいね。カネ広くんはもうずっとギターやってたんですか？俺はギターリストではないですね。もともと最初中2の時にギター初めて持ちましたけど、そっからはもう最初から曲作ってたんで。あ、そうなんだ。なので、そのじゃ例えば、まあ、ミッシェルビートルズとかそこら辺のコードに合わせて、違う、メロディーを乗っける、アイスのあった Oh it's so funny to be seen on after so long ago っていうのがあるんですけど、それをじゃあ同じリズムで違うメロディーをつけるっていう、はいねてててててみたいなのをなんかで違うリズムつけて、そこからなんかコードの並び方とかそういうのを勉強してったっていう感じですかね。もう完全独学で。そうなんですね。ちなみにこのフェンダーアメリカンプロフェッショナル、今弾いていただいてますけど、どう、弾いてみた感じはどうでした？全く僕は違和感がございません。違和感なく、そう、今金井君がそのいわゆるジャズマスターね。そうですね、ジャズマスターですよ。そうなんですよ。で、コチ君今弾いてるのがテレキャスかな。デラックスになるんですかね。デラックスになるんですかね、ですよね、これがね、テレキャスのデラックス、はい、今ちょうどギターをいろいろ考えてて、新しいの買いたいなと思ってる、うん、これどう、これ候補としていいんじゃないですか。ジャズマス、ね、ジャズマスいいな。でももらえないですよ、そんな。いやいやいや、突然投げられましたあれいいんですか？これいいんじゃないですか、これ。だってまあ言ったらね、プロを目指す人のきっかけとなり、ステージまで持ってって、はい、そこでガソンと鳴らせるやつですから、これ。確かに、ね、今日弾けばよかったですね、これで。いや、そうですよ、これ早めに言ってくれたよかったね。そしたらそのままね、トランポに入れてね、持って帰れちゃう。いやー、いいな。最後にもう一回だけ、さっきの難しかったやつもう一回やってくれない？あれはちょっと見ててもかっこいいライトハンドだったな、あれ。すごい様になってきたね。いやいやいや、ライトハンドが全然です。練習中です。いい感じでございました。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。